今日はですね、人気のドライタッチのアレンジのご紹介ですね。こういったように壁掛けになってますけれども、早速材料のご説明からさせていただきます。まず大きなものですね。こちらのツイックなんですけれども、ちょっと大きいのでどうやって使おうかなって思われる方が多いかと思うんですが、多くはやっぱり装飾に使われるパターンが多いかと思います。で、こちらを使うんですけれども、今回はこちらのようにですね、少しカットした状態にして使っております。で、他にもですね、いろいろあるんですけれども、スモークツリーですね。人気のタイプですけれども、ちょっとパターンが違いますね。ちょっと毛足の長い感じになっていて、色目がちょっと綺麗なニュアンスカラーになってますけれども、人気のアプリコットだとか、このピーチ色ですよね。あとですね、従来からあります、形違いといいますか、サイズ違いが出てきました。特徴としましては、少し小さめなところと、あと、こう、ワイヤーが少し柔らかくなっていて、花束にも組みやすいようなサイズ感になっているのが特徴ですね。こういったものを使い分けてアレンジを進めていきます。他にもですね、いろいろあるんですけれども、メインになってくる、こちらのプロテアですね。2色ありますね。今もうこちらもタグがついているので入荷した商品になるんですけれども、ちょっとベージュ系になってまして、ドライにも入りやすそうな色合いになってますね。ちょっと小さめになってますので、花束にもちょうどいい大きさです。他にもですね、このシリーズ感でちょっと小さめのものが出てきてますね。ユーカリでドライタッチのシリーズなんですけれども、少しこうカールしてて、なんとなくこう枯れたようなタッチになってるのが特徴ですね。大小になってますね。色目も違うものもあるんですけれども、今回はこちらの色合いでアレンジを進めていきます。他にもですね、こういったようにバンジシリーズになってまして、いろいろ組み合わせたときに小さなものが組みやすいようなサイズ感でまとまったシリーズになります。こちらでご紹介させていただきます。ではですね、まず最初に下準備をしていくんですけれども、先ほどご紹介させていただいたバンジですね。こちらがですね、なかなか大きなもので、ちょっと切りにくいかなとは思うんですけれども、こんな大きなニッパーですね。通常はこれぐらいかと思うんですけれども、こちらとこちらで、こんな風にしてカットをして使っていくんですけれども、ちょっと時間がかかりすぎてしまいますので、あらかじめこうやって切ったような状態で、進めさせていただきます。まあ、こちらもですね、まあ、どのように配置するか自由ですね。もうその時の好みでもいいかと思うんですけれども、今回はちょっと画面に入るようなサイズ感にいきたいかなっていうところで、少しですね、小さめに組んでみましたけれども、まあ、こんな風にしてですね、いろいろと組み合わせて芯があって、あと収まりのいいような状態ですね。壁につける際には、こう、後ろが安定感がいいような形にされるといいと思いますので、まあ、デザインもそうですけれども安定感がいい。あとですね、最後に、まあ、どの枝を強調してみせるかなどを考えながら配置されるといいかなというふうに思います。でこちらはですね、ワイヤーで縛っていくんですけれども、大体まあ24番か22番ぐらいですかね。ちょっと硬いものですので、しっかりとですね、ポイントポイントで留めていかれるといいかなと思うんですけれども、引っ張りながらして、こうくるっとして、で必ずこのラジオペンチでこうやって留めていく。で、一箇所だけだとやっぱりちょっと不安定になりますので、クロスさせた状態で留めていかれるといいかなと思うんですけれど、切りにくいので、こういう時にはニッパーを使って必ずここを倒しておきますね。で、ところどころで縛っておかれるといいかなというふうに思います。こちらもですね、最初から最後までやっていると、ちょっとお時間がかかりすぎてしまいますので、省略をさせていただきます。ある程度ですね、の形になりましたベースを用意しました。こちらのような感じですね、イメージ的には。ところどころでこうやって縛ってあって、後ろ返してみますね。こんな感じで処理をしています。で、さらにですね、ここがグラグラしてしまう、そんな時にはですね、グルーガンとかを使ってですね、しっかりと留めておかれるといいと思います。では、ベースがこちらで出来上がりましたので、こちらにお花たちを配置したいと思います。
で、下準備としまして、その他のお花たちですね、ご覧いただければと思うんですけれども。まあ、こんな感じですね。大体準備をしてるんですけれども、少しずつですね、細かく切って、で、こんな風にして、少しですね、パーツをそれぞれ組んでます。まあ、ちょっと大きめなサイズだったり、ちょっと小ぶりなサイズだったり。あと、丈が長かったですね。スモークツリーなんかは、もうみんなカットをしてしまってます。場合によっては、ここでですね、カットしてしまって、必要な分だけ使っていただければいいかなというふうに思います。他にもですね、まあ、バンチになってたシリーズなんですけれども、バラバラにほどいて組みやすいような状態にしています。今回はこちらのように同じようなものを揃えて、ある程度グルーピングした形にしてますけれども、こんな風にして準備をしておきますね。で、また再度、ちょっと画面から外れますけれども、こちらですね、土台。こちら。どちらの方が綺麗かなっていうところでちょっと正面決めていただいて、こっちの方が勢いがあるのでそちらに向かった方が綺麗かなと思いますので、こちらで作っていきたいと思います。ここでですね、ところどころパーツ用意してきてますので、まあ、ここの流れに沿ってこうやって配置をしていきます。で、ところどころですね、先ほどご紹介したようにワイヤーでこうやってくくりつけて、こちらもですね、最初から最後まで全部作っているとちょっとお時間かかってしまうもんですから、配置だけ見ていただこうかなというふうに思います。まあ、こんな感じで配置をして、反対からとかですね。これもどこからどのように見てどこに置くかによって変わってきます。一番最初にご紹介したように、こうやって壁にかけるんであれば、やっぱりそういったような配置をした方がかっこいい感じにもなりますし、例えばこちら。こちらを正面にしているか、こちらを正面にしているかっていうことを考えながら配置されるといいと思います。で、こちらのアレンジなんですけれども、置きでもいいですよね。例えばこう、倉庫、ブライダル倉庫だったりだとか、ちょっとのニッチな部分ですね、棚のところに置いたりだとか、前下がりになるとか、こう後ろからも見られるようなところにあるとかっていうことを考えながら入れていきます。で、あまりにもこう左右対称にしすぎると面白くないので、片方何か塊があったりとかっていうところを見せてあげたいかなっていうところで、こう、ちょっと飛び出してこうやって入れてあげる。こことここの色味わかりますかね？色味が近いですよね。そういったところを気をつけながら配置してあげると、とても綺麗な感じで映っていきますね。で、この子もですね、グリーンですね。ふわっとしてて可愛いんですけれども、ちょっと白いところに入れてあげようかなとか、こんな感じですね。で、これどこもそうなんですけれども、ちょっと太めのところですね。これに、みんな、支えにして入れてあげると、安定感がいい感じで収まってきます。で、このブルニアですね。こちらもちょっと重ためになるかもしれないんですけれど、このあたりとかですかね。ちょっと入れてみましょうかね。で、ちょっとカサカサカサっとしたこういう葉っぱと合わせて、あんまりちょっとこう、形付けない感じにして、ワイルドな感じで入れてあげると、今らしいかなとか、ちょっと男性的な、感じになるかもしれないですね。で、ちょっとかっこいい感じなので、あまり可愛らしすぎないような感じで、ざっくりとまとめてあげるといいかもしれません。どうでしょう、こんな感じで。で、例えばなんですけど、これをですね、まあ見えないとは思うんですけれど、逆さにですね、吊ってしまって、これを真上にこう見る感じ、わかりますかね。こう逆さまにして吊るって、で、こう、ふわっとこう、こういうスモークツリーなんかも出てきても、ちょっとかっこいい、おしゃれっぽい感じのアレンジが出来上がりますよね。まあ、こんな風にして進めていくわけなんですけれども、最後ですね、また元のアレンジでご紹介をさせていただこうと思います。こちらですね、一度外しますけれど、まあ、こんな感じになってるんですけれども、むしろですね、今回皆様に見ていただきやすいように、こんな風にして、見せてますね。で、ここ、ワイヤーでそれぞれくっついてるかと思うんですけれども、これがですね、あまりにもですね、いろいろと見えてしまって、ちょっと見そうないなって思われることあると思います。そういった時にはですね、まあ、リーフをですね、切ってここに取り付けていくのもいいんですけれども、ちょっとそれしてると大変だなっていう時、こういうふうにしてですね、麻で隠してしまいます。で、ここで、これでどうでしょう。ちょっと、
ナチュラルのワイルドな感じで出来上がりますよね。で、先ほど言っていた、こう、逆さにつるって言ってたの、こういうイメージですね。こういうイメージで、まあ、つるんですけれども、そうしたときに、人がここら辺にいるので、ここのトップのところが見えるわけですよね。またそれもちょっとかっこいい、ちょっと違う感じの見え方になるんじゃないかなというふうに思います。もちろん木でもいいですし。で、こちらなんですけれども、この枝感でですね、あまりにもお花が入りすぎてしまうと、ちょっと枝の感じが見えなくなってきてしまいますので、そこに気をつけながら入れられるといいんじゃないかなというふうに思います。ではですね、こんな感じですけれども、最後に添えて、こちらですね、フックを必ず取り付けて、埋めてみる感じですけれども、で、壁掛けにしてあげても、ちょっと、おしゃれな今風な、アレンジが出来上がるんじゃないかなというところで今回ご紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。